行こうか。何も買いたくないね。愛と勇気の、なんだ。クラウドの件。いつ戻るかな、クラウド。新しい主人公の武器かな。バレエ、犬まで大丈夫かな。そうだな、ティファかなり弱いね。この弱いティファに、ああくそ、これはこれの方がいいかな。まあまあいらないね。ああそうか。左ね。こんにちは幽霊ね。ちょっとあなた、いいことを教えてあげましょうか。見てしまったのよ、私あのドケチ女のチョコボーが羽の元に緑色の綺麗な石をしまい込むの。あれは間違いなくすごい宝石かな。にかですわよ。チョコボにはもったいないわ。あ、そうか。あのチョコボや、あのチョコボは見て思っている。じゃあ、盗みましょうか。泥棒ティファの出番。来い、取れ。チョコボって好物な野菜をくれそうにない人間には冷たかった。おい、お前の、お前殺す。殺す。うん。どうかかな。この中にもういるかな。あの女。いないね。ワンワン。これなんだ、猫。古代ウェポン。世界の終末、そんなもん。知ったことか。私は100まで生きるのじゃ。やり残したことが山ほどあるんじゃぞ。まだまだこれからじゃ。じゃ、そもそも信頼やソルジャー軍は何やっちゃうのだ。ああ、ぶったるんだとるわい。とったるんだろわい。あわじだとぶんどらない。いつ何時空から大きな星が降ってくるかわからないんだって。本当に本当の話なのかい。私にはまだ信じられないよ。なんでこんなことになってしまったのかしらね。私は美人のメイドだけどね。内職でアクセサリーの売り買いもしているのさ。どこ出したって恥ずかしくない。極上の品ばっかだよ。どうだ一つ。あ、これ買い物装備か。運が10アップ。炎の指輪、霊気の指輪。いや、これは炎属性、霊気属性。攻撃を無効にする。毒闇状態を防ぐ。麻痺せっか、どんどん変える状態。これ00。この霊気溶けられないかな。これはどうかな。運は何だろう。クリティコかな。今いらないかな。どうもありがとうさん。また寄っておくれる。じゃあどうやってあのチビチョコボから見てを取るかな。こっちもいるね。チョコボは好物の野菜をくれそうにない人間には冷たかった。じゃあ好物の野菜なんだ。あの牧場に行って
野菜を直後の、なんだ野菜を買おう。そして見てを手に入れるかな。どうしてのお前一人ぼっちなの。なんだ仲間か。見失っちゃったのね。大切な誰かを。バカだね。もう一週間にもなるかの海岸に打ち上げられたあのツンツン頭の若いの。ああ、むごいっちゃ、こっちゃが。でもあれはどうも変だって。どうでかい長剣握りしめて。なんや不吉な気がするにゃ。なんちゅうても俺、あの不思議な青い目。え？ちょっと待ってください。今なんて。あ、すみません。今の話の若い人って、もしかして。ああ、この先の会議室で、俺のものが見つけたんじゃよ。もう一週間ほど前のことじゃ。うん、かわいそうに。あれは、かなり遠くから流されてきたんやで。クラウドよ。間違いない。クラウドだわ。本当か？やっぱりここに。それでその人は無事なんですか？今どこに？ああ、この先の、ほれ、この、その治療所に。生きている。クラウドが生きている。クラウド！あ、おい、ティファ。待って。これはクラウドじゃないね。誰だろう。ザックスか。これはザックスかな。クラウド。おやおや、そんなに慌ててて。メテオでも降ってきたかね、お嬢さん。すみません、どうやら友人がこちらでお世話になってるらしいと聞いたもので。友人？ああ、あの若者のことか。安心なさい。君の友人なら隣の部屋だよ。ただ、まだ具合が。こちらですか？失礼します。クラウド。これはクラウドか。ああ、クラウド。よかった、無事だったのね。クラウド？どうしたの、クラウド？グゲー。クラウド、どうしちゃったの？まあ、こう中毒だよ。それもかなり重度のね。どうも、この若者は。強烈な魔光エネルギーで長時間さらされたようだな。おそらく自分が誰なのか、自分が今どこにいるのかすら理解していないだろう。かわいそうだが、君の声も届いてはいまい。本当の彼は別の場所にいるんだ。誰も行ったことがないような遠い場所に一人ぼっちでね。そんな。チクシャー、なんてこった。ワンワン。なんてもごい。クラウド。ここ、私たちはちょっと席を外すとしようか。さあ、君たちも一緒に外で待っていよ。まあこれはあの偽物クラウドね。まあ別人だと思った。具合が悪いクラウド。まあ心に呪いされたか。いやなんだ、酔っ払い。まあ心のエネルギーで飲みすぎました。酔っ払いクラウド。え、何をやっているティファ。どうしてこんなことに。そうだな、クラウド。お願い、クラウド、答えてよ。ちゃんと私のこと見ているって。私の声が聞こえるって言ってよね。グーグー、グーグー。グルグル、グル。
あなたとの思い出を信じたくてここまで来たのに、こんなのないよ、ひどすぎるよ。ああクラウド、私そうだな、このままでクラウド役に立たない。なあお医者の先生、本当のとこを聞かせてくれないか。あいつはクラウドはどうなんだ、治る見込みはあるのかい。繰り返すが、それはクラウドじゃないね、失策。そうだな、失策さん。繰り返すが、彼は重度の麻酔中毒だ。そこまでひどいのなのは私も見たことがない。麻酔エネルギー内に内にかさむ膨大な知色の量、それがいっぺんに彼の頭の中に流れ込んだんだろう。普通の人間には耐えきれるものじゃない。生きてるだけでもいい奇跡だ。ライフストリームに落ちてここまで流されてきたんじゃ無理ないぜ。それもしかし、どんなところにも希望の光はある。諦めてはいかない。いいかい、君たちが希望を捨ててしまったら一体彼はどこへ帰ればいいのというのかね。希望か。でもよ、正直な話、俺はあいつに帰ってきてほしいと本当に願っているんだろうか。奴がこの世界に何をした、この先俺たちに何をもたらす。セフィロスの陰でしかないのかもしれない。知れないんだぞ。どうかしたかな、かね。いや、なんでもねえよ。もういいのか。ええ、心配かけてごめんなさい。それで、ちょっとみんなに話があるんだけど。大丈夫、失策さん。話っていうのは他でもない。これのことなんだけど。これは本物からではない。捨てましょう。私、彼のそばに行ってあげたいの。ああ、よし、この役に立った女。役に立たない女も。ああ、そうしてやるのが一番かもしれんな。クラウドにとっても、お前にとっても、とっても、てっても、とっても。うん、それがいいよ。よし、主人公はこの犬。ごめんね、みんな、こんな時に。謝るやつがあるかよ。俺たちもまた様子を見によるよ。頑張ってティファ、クラウドのことは頼んだよ。うん、よし。それとな、ティファ、こんなことは言いたかねえんだが、やつは確かにお前の幼馴染のクラウドに間違いないのか。セフィロスの影なんかじゃなく。え、それは多分。きっと。そうか、ならいいんだ。変なこと聞いちまったな。よし、それじゃ、俺たちはハイウィンドにも戻るぜ。ハイウィンドか。ハイウィンド。ハイウィンドわからん。ハイウィンド。あ、これか、この曲。さて、どうするよ。俺たちにできることはなんだ。なんかねえのか。クラウドの回復を待つなんてのは、なしにしてくれよな。情報あるんですけど。おう、ヤックスパイか。ああ、もう、開き直りましたわ。ガーとキャーの二人が何ややらかすようです。盗み聞きでも
Shimashoka. Gyakyakya. Ah, koreka. Ano debutachika. Gyakyakya. Gyakyakya. Ha, zate, zate. Warewale wa futatsu no kadai o tataite iru. Ichi, meteo no hakai. Ni, kita no daiku ko kaiku dono bario o tori nozoku sephiros o taos. Nanika saksen wa? いやいやいや、それで最初の課題はクリア、もう当然か。メテオはまもなくコッパみじんですな。そのための作戦はすでに実行に移しておるのです。それは客地の有人マテリアの回収なのです。ほう、有人マテリアはマコロ内で圧縮されて生成される高度に集積された特別なマテリア。そこから引き出されるエネルギーは通常のマテリアの330兆倍。キャハー、すごいでしょ。そのヒュージマテリアを一度に集めてマテオにぶつけるの。それはもう大爆発。マテオなんか文字通り打ち砕いちゃおうってわけよ。マテオにぶつける我々の技術で可能なのか。それはご心配なく。それよりもまずは各地のヒュージマテリアを回収すること。すでにニブルヘイムを回収終了。残りはコレルとコンドルフォート。コレルにはすでに軍隊を向かわせております。ガー、はいはい、ミテオを倒す。コレルだ。だよ、コレルだと。これ以上、これるをどうしようってんだ。どうしてんだ。それにヒュージマテリア。大きなマテリアのことでしょ。おいら、聞いたことがあるんじゃ。おいらたちの小さなマテリアを大きなマテリアに近づけると何かが起こるはずだよ、きっと。だから、おいらたちがマテリアの力を借りて戦いを続けるのなら。ヒュージマテリアを神羅に渡すわけにはいかねえ。それにはクラウドが帰ってきたらヒュージマテリアを見せてよ。びっくりさせてやろうぜ。なんだ、にゃんや、にゃんやや、にゃんやや、バレッシャン。にゃんやなんかにゃ、言うてもクラウドさんが帰ってきたはたら。ええにゃと思ってはるにゃ。ふう、いいじゃねえか。そんなことはよ。それよりなんだ。団体行動にはリーダーが必要だ。おろろろろ、リーダーは俺だ。そう言いてえところだが、俺はリーダーには向かいてねえ。最近気づきたんだけどな。よ、うん、なわけでよ。まあ、グーグー。おい、なんなんで？あんたがリーダーにかまった。そんな面倒なことは嫌だぜ。これからの戦いにはあんたとあんたのこの低くてハイウィンドでは必要なんだ。これは報酬を救う船だぜ。その大切な船を仕切ってるのは誰だ？あんただろう。だから俺たちのリーダーはシッド、あんたしか考えられねえ。へえ、星を救う船。
か。ちょっとせいじゃねえか。今のはハートにスンと聞いたぜ。俺様の男だ。やったろうじゃねえか。俺様について聞きやがれ。どうというわけで、最初の仕事だ。オペレーションルームがあんたを待ってるぜ。おお。主人公はシッカ。ああ、俺主人公。あは。おいシド。準備ができした次第、コレルマコロへ出発だ。急げよ、リーダーさん。ああ、任せておく。ああ、そうだな、このなんという女優の、声優、そうだな、声優のやつ、多分の方がいいだけど、の動画に厳しいです。このままできない。スタミナ、喉のスタミナ、の動画のスタミナ。が少ないだからあまり続けないやろ。ヴィンスの声はなんだ。吸血鬼。ヒーで、わからん。吸血鬼の声わからん。シー、あんたのそのすすが揺れません。いや、まあ、喉力少ないです。私の心は長い眠りのうちに溶けてなくなってしまったようだからな。ねえシド、時々クラウとティファに会いに行こうね。そうだな、なんだ、お見舞いか。ミナライ、あ、レボ10になった、レボ5になった、この人。ハワワ隊長、リーダー、12のおめでとうござんです。リーダーさんよ、急いでくれ。ああ。やっぱり、隊長がリーダーじゃなくちゃです。です。隊長、ご苦労様です。ヒュージマテリアは、これるコンドルフォート。他にも、まだあったような気がしますけど、どこやったかな。いやいや、このしっより犬だろ。犬はリーダー。そうだな。犬です。そうだな。バレは頭悪いすぎる筋肉バカだから。そうだな。多分しっ悪くない。まあ、ティファよりしっはいいリーダーでしょ。ご苦労様です。手を離せないので、このまま。失礼します。引く低捜索。あ、これか。あれ、なんだ。まあ、これを前回読んだね。かな。あれ、シッツさんってば、忘れちゃったんですか。あ、僕が覚えてるかどうかテストしたんですね。雑談でも。雑談なんてとんでもないです。僕はちゃんと仕事してますよ。あ、そうか、この人、ティファと雑談はいいだけど、シルはダメ。まあ、ティファは女の子だからね。このなんだ、おっさん。このおっさんと雑談したくない。寂しいです。直後の設定ください。どうやって？はい、それはですね、自分で育ってた直後に乗ったまま、ハイウィンドに乗り、込むんだです。そうすればこの直棒に直棒入ってくるんです。はい、では、あ、そっか、あの直棒取るか。そっか、直棒取られる、いや、捕まえる。ポケモン、そうだな、ポケモンです。シュートさん、ご苦労様です。ああ、そうか。誰？犬か。犬とバレかな。
ああどうかなバレしてろ。いやまあ、まあ、ミティを持っているから。はい。まあとりあえずこの二人ね。そうだな。とりあえずこの二人。ミティを整理するのはめんどくさい。はい、持っていて。お前、俺と一緒にです。じゃあ、チョコボ行きましょうか。あらは、行くですか？6になった、この人。いつもレベルアップしているかな。この名前忘れた。このやつ。あ、それは見てや。あ、クラウドに挨拶しようか。いや。まあ、まずチョコボの場合、いや、まあ、まあいい。ちょっと見よう。どうやって、この見てを取れるかな。オス、ワンちゃん。ほい、ここはミディルのだ。これは同じか、同じこと。じゃあ、この変な女と話しましょうか。別人です。ああ、時間が足りない、同じか。はい、うるさい。このチョコボ。そうだな、チョコボは好物の野菜をくれそうにない人間は責めたかった。そっか。じゃあ、まずチョコボ。いやいや。残りの町の人間たちと話す。この、そして、この家に入らなかった。そうだな。この、ああ、よし、盗め。シッたちは、エクス。そうだな。シッド。泥棒シッド。何やら良くないことが起こっとるというわけじゃないか。大丈夫なのかの。わしはいいんじゃ。もう十分長く生きさせてもらったからね。ただ、遠くの町で暮らしとる息子夫や、孫たちのことが気がかりでな。ちゃんと無事で行ってくれたらええんじゃが。同じことか。誰と話しているこの犬か。ちょっと待ちなさい。お前さんたち何か取らんかったかな。そうだな、お前のエリクサ。おう、そりゃ。知らん、全く知らん。さあ、俺は何も知らねえぞ。何古くなって腐っちまったエリクサを捨てようと思って、そこへらに出しといたんじゃが、間違ってあんなもの飲んだら腹を壊すくらいじゃ、済まされんからの。いや、知らんのならいいんじゃよ、知らんのなら。嘘。なんだ腹痛くなる。飲むなら。おっさん、許して。俺は嘘ついた。俺はお前の、なんだ、ションベン瓶、盗んだ。立たせよ、ヤジ。ほら、この神様がいただいた。ばっちり有効に使わせてもらおうぜ。ほうほう、変わった人じゃな。気に入ったわい。そいつは好きに使おうとええじゃろ。すまないな。助かるぜ、じいさん。なんだ？これは毒か。何を取った？よくわからん。ターボのやつか。これだ。エーテルターボ。エーテルターボか。わからん。たぶんそれ。じゃあ、このやつら。どうじゃ、兄ちゃんの具合は。かわいそうにの。よほどつらい目に遭ったんじゃろうな。早くようなるとええの。こんな時だからこそ、最後まで諦めずにな。しかし、よう助かったもんじゃ。
運び込まれてきたのを見たときはこれはあかんと思ったのね。きっとあの兄ちゃんにはごっつ強い守り神藩が吸い取ってくだはるんちゃおか。何弁これ、関西弁か。なあじいじい、いらない。この何も隠しアイテムないね。なしか。じゃあクラウドとティファ挨拶しよう。これはなんだ、ガス瓶缶ドラム缶か。先生よし、キスです。あら、こんにちは。彼女いつも彼に利用よっぽど大切な人なのね。いい、たとえどんな時でも、希望を捨てちゃダメ。彼女みたいに強くならなきゃ。なんだ、チューこれ。あ、まあそれはそれとして、あなたたちも、顔色悪いわね。少しここで休んでいきなさい。そうか、病気か、このシッ病気。オッケー、バッチリよ。それじゃ気をつけてね。この病気なシッとか、これも幽霊ですね。これ幽霊、まあどっちが幽霊かな、シッ幽霊かな。よし、私は入ったね。なんだあの技、忘れた。あの組み合わせ技、ああ忘れた。ああ、あのトランクスとゴーテン忘れた。いやー、君たちが残念だが友人の内体は相変わらずだよ。諦めずに貴重に待つんだ。こういうことは時間が肝心だよ。時間がうまいワインと同じでな。お前はワインか。これもあ、シッ、やっぱりシッ、夢じゃないね。エティクラウド、全然良くならないよ。バカだな、私。クラウドに何をしてあげられると思ってんだろう。どうだ、クラウド元気？うえ、うえ、うえ。俺、何倍食うつ？お前、失策です。お前の番号何倍ない？うわわ。100億の鏡のかけら、小さな灯もしび。このクラウド悪くないね。まだ英語わかってる。英語じゃない。日本語わかってる。囚われた。天地の歌声。ゼノギアス。でのぎ、そうだな、まだ知識がある、この人。うわ、何番？ゼロ番ですね。お前はゼロです。俺、何倍くつ？ゼロです。ゼロですね。ナンバーゼロかな。これは、で、あ、チョコボに愛しましょうか。チョコボ、来るぞ。こっち何もない。この島。別に何もなさそう。こっちも何。これは早いね、死ぬやつ。これは何かなんだ。洞窟見つけた。チリク。チリク、どうやってチリクしよう。着陸か。着陸しなさい。そうか、何か見つけた。マップに、これはマップいない場所。浜場ダメ。どこだ、これ。長すぎる。行けるか。まだ行けないか、こっちか。
なんで？これは広いじゃない。これ？まあ見つけただけど今ダメそうです。そっか。後で来るか。はい。じゃあ野菜なんだ野菜か。久しぶり。チョコボーイな何か。チョコボ妖精。チョコボ妖精。正しいチョコボ妖精。持っているかな、チョコボ妖精。もし前の妖精、打ったなら、とりあえず HP しようか。HP、MP、マジカル。チョコボ妖精。チョコボ妖精2つか。MP ターボ。全体化と回復。これはダメなんだそれ。装備。もっといいやつ持っているだろ。これか？いや、こっち、ダイヤ番号。そうだな、ダイヤ番号の方がいいか。ソーセイか。ソーセイ持っている。ソーセイと HP アップか。あ、隕石すよ、隕石す。はい、ジジイ、いるかい？まだいる。出荷を大阪市ですか？そうだ。ダメ。まあ、それな考えないですか？あ、お客さんの方、いや、なんですな。それから投資が落ちてくるとか、なんとか、大変な世の中になってしまいましたね。こんな、ご時世、時世、ご需要です。どうでしょう、直棒など育ててみては、いやいや、商売気を出しているんではなくてですな、こういう時だからこそ、こう、建設的にですな、直棒を育てるのもお客様のためではないかと。て、お客さんは、運がよろしい。今は偶然にもうちの牧場には他のお客さんからお預かりしている直棒もいませんし、今なら1匹1万ギルで6匹までお預かりできますか。どうでしょう、これは仕事か。1匹は1万、別に金入れないかな。 金は大丈夫そう。たくさんいらないアイテムを持っている。この灯台、まだ登れない。いや、チビチョコボ、3つを持っているから。いらっしゃい。買い物、これは読んだか、このゴミ。わからない。買い物。野菜。何の野菜？これか。何の野菜好き？このチビ。これ。全部一個しよう。それはいいか。もっと。少ないかな。全部、いえ、10個。5。5までいいかな。すべて5。すべて5しよう。そしてチビに何の大好物これ、チビさん。いらっしゃい。あ、そう、いいことを教えてあげるや。白い子チョコボはね、耳の裏をこちょこちょしてあげるとすごく喜ぶのよ。でも変なところすぐると機嫌悪くしちゃうから気をつけないとダメよ。チビか。裏、耳の裏。白いコチョコはね、耳の裏をコチョコチョ。そっか、コチョコチョ。チビコチョコチョ。これ読んだか。
読んだだろう。もう一度読むか、まあ次回ちょっと読むかな。今休みたい。